みたいなことをちらっと言ってたんですけれども、その暗黒時代って何だったんだろうねっていうのをちょっと今回書きたいなというところで、こういうテーマを設定させていただいております。はい、はい、でまあ見ての通りぐっちゃぐちゃの構成になっちゃってるんですけども、まあ第1話で法廷そのものが爆破されてしまうという事件が起こりまして、まあその名実ともに法廷崩壊となるところからストーリーが始まるという形になっております。はい、ありました。じゃあその主人公なんですけれども、今ねお話にも出てまいりました。今回主人公なるほど入ってきた、はい、2つと、はい、ついに復活です、ね、はい、逆転裁判3で法廷に立ってから約8年経ってですね、ナルト君が復活したわけなんですが、まあ今回ねやっぱりファンの皆さんの声とか、あとはナルト君自身が逆転裁判4の最後でね、もう一度弁護士資格を取ってみようかなということを言っているので、はい、まあ、ここはもう彼にそうですね、してもらおうかということで、まあ、他にもね、いろいろチーム内でけんけんがくがくと話し合いの議論もさせてもらったんですけども、まあ、ここはまあ彼に登場してもらう、はい、ということで、そうですね、はい、なるほど、はい、デザイナーなんかね、ちょっと変わってて、そうですね、はい、まあ、今回8年ぶりに法廷に立つということで、まあ、4の時のなるほど君を経てですね、ちょっと大人になって成長したなるほど君を、デザインで表現しようというところで、3までの時は、ジャケットのボタンをピッチリ止めていていたんですけど、今回はそこでボタンを開けてちょっと余裕を見せていたりですとか、そこからこうチラリと覗くベストの大人っぽさですとか、あとは髪型がちょっと前髪だけピロリと一つ出てるんですけど、その辺にこう大人の色気みたいなものがこうにじみ出てるというような形で表現させていただいてます。はい、あと源の、金色の鎖みたいなものが見えると思うんですけども、こちらは4の時のなるほどが首に下げていたペンダントですね。こちらを今でも胸元のポケットに入れて持ってるよっていうのを示すためにそこに入れさせていただいていますね。はい、はい、さあ、そしてこれは、はい、また新キャラクターがね、来ましたよね。映像にも出てましたけども、こちらですね。はい、次お願いします。新キャラクター、ひづきここねちゃんと、はい、まあ、東京ゲームショーの、ね、初日で名前をね、そうですね、公開させていただいて、はい、はい、このキャラクターにしても、ちょっと山崎の方から、そうですね、はい、彼女がまあ今回の、なるほど君をサポートしてくれる女の子のキャラクター、新米弁護士のキャラクターとして登場します。彼女はですね、ちょっと性格的に言うと、こう勝ち気で負けん気の強いタイプの女の子で、すごい感情豊かな、女の子になってます。まあ、弁護士という立場がありますので、今までのちょっとヒロインやパートナーたちとちょっと違ってですね、なるほど君と一緒に戦ってくれるような、はい、そんなパートナーを目指して、はい、キャラクターを作っています、はい、新しいこの子はアメリカでね、そうなんですよね、はい、これがまた、まあ、彼女がどう法廷で戦っていくのかっていうところは、彼女の特殊な能力っていうのがちょっと、はい、関係しておりまして、はい、まあ、彼女はアメリカで心理分析っていうのをちょっと学んできているという設定になっています。まあ、その心理分析を使って法廷で、はい、まあ、なるほどサポートしてくれるという形です、はいはい、あとイメージから黄色はね、そうですね、そうなんですよ、はい、黄色の、まあ、いろいろデザインを発行して、いろんなバリエーションを作ったんですけど、常にずっとキープして抱えていたのは黄色にしようというところで、ここはもう今までいろんな色の弁護士たちが出てきてるんですけども、青をやらないやらっていう出てきてたところで、やっぱり今回は黄色だろうというふうなのも最初から決めていたところです。あと、まあ、名前のその名字のキズキっていうところに関しても、まあ、なるほど君のなるほどですとか、はいはいはい、の流れで今回キズキっていう、キズキっていうですね、はいはい、っていうところで名付けさせていただいてますね。さあ、じゃあそのここねちゃんの力ちゃんと関係ありますね、はい、新システムがございます、はい、こちらになります。はい、新システム、ココロスコープ、はい、ココロスコープという新システムなんですけど、これはどんなものでしょう。はい、こちらはですね、先ほどのココネちゃんの心理分析っていう力をですね、まあ、グラフィカルにゲームに落とし込んだものっていう形になっております。ですね、今までの逆転裁判の尋問ですと、証人の証言と証拠品の矛盾をつくというゲームをずっとやってきたんですけれども、そこに今回はもう一つ加わりまして、証人の証言と感情の矛盾を指摘すると、そういうゲーム性になっています。
この画面に映ってます一番右の画面写真見ていただければなと思うんですけれども、はい、4つほど顔がありまして、喜び、怒り、悲しみ、驚きっていうのを表現しております。この画面写真で言うと右下 の黄色いのがこう光ってると思うんですけどこれは驚きの感じが出てるよっていうのを表しているんですね。はい、で、まあ、そこに証言も書いてあるんですが、証言で爆弾が爆発しちゃったって書いてあるんで、まあ、この爆弾が爆発して驚くのは自然なことなので、これはまあ矛盾のない感情ということになります。まあ、ゲームの中ではここに矛盾が出てくることがあるので、それを見つけたらこらーという感じで指摘していただく、そういうゲームになってます。はい、はい、さあということで簡単にお話しいただいたんですけれども、はいはい、いろいろ聞くとやっぱり見たいのは実際のプレイ画面ですよね。うんうんうん、ちなみに体験版プレイされた人っています。ありがとうございます。たくさんの方がプレイしてくださってますね。ありがとうございます。はい、じゃあ、はい、ちょっと、ね、まだプレイされてないというか、ね、そうね、今日も整理券の方がですね、開放終わっちゃって、残念ながら見られなかったという方も そうですね、いらっしゃいますから、ぜひここで見てもらいたいなと思いますので、はい、ちょっと中の方に、はいはいはい、ではちゃちゃご準備を、はい、お願いします。はい、本当にたくさんの方お越しいただいてます。なるべく皆さんがお近くで見えるように少しでも前の方に皆さんちょっと詰めてください。ごめんなさいね、少しね窮屈なんですが、はい、お願いいたします。今回お見せするステージは、はい、昨日ちょっと法廷の冒頭をお見せしたんですが、先ほどご紹介した新システムのココロスコープ、こちらの方どういう風に遊ぶかという部分をちょっと実況を交えてご紹介できたらなと思ってますので、はい、特に、なかなか会場来れなかった皆さんね、ネットを通じて生放送を見られていると思いますので、そうですね、昨日の見てくれたという方も、はい、今日は違いますよ。そうですね、違うところの接触、はい、準備できました。はい、じゃあお願いします。はい、出ました、はい、まあ、今回かなりそのアニメーションとかグラフィックにこだわるようになってですね、一見その 2D に見えるようなそういう雰囲気なんですけど、今からカメラがぐっと寄れるので、まあ、3D との良さを生かした 2D の 2D 的な表現、はい、ここはすごくスタッフこだわって作ってますね。そうですね、なんかいかにこの 3D ではなくて、そうですね、今までの感じをちゃんと受け継いでますよね。はい、今まさにパネル、先ほど山崎が説明したパネルの説明ですね。喜びマーク、はい、これが怒りのマーク、怒りのマーク、悲しみ、恐ろしい、このマーク、さっきパリニアとは驚きのマークですね、はい、このココネちゃんの胸につけてるベンダーから投影しているような、はい、そういうイメージですね。で彼女グローブつけてるんで、そのグローブだけ反応するちょっと、まあ、近未来的な感じのシステムなんですけど、で空中のパネルを構想する、はい、そういう雰囲気ですね、はい、今証言がこういう風に驚いてますね。はい、はい、そうそう、驚きのマーク、でもこの瓦礫が降ってきてる時に、はい、あれちょっと何か違和感、でこれコネちゃんの力なんですけど、うん、正面の部分でおかしな感情がありました。ありましたね、はい、もう実際瓦礫が落ちるのになぜか喜んでる、はい、はい、ここおかしいですね、これが新しい今回操作、突き止めるというパネルがありますので、はい、これをタッチして、ここから実際下画面を操作すると、はい、突き止めるパネルをタッチしました。で感情が4つありますので、今このおかしいところを、はい、ここだと指摘をすると、これね、今回ちょっと途中でボイスがキホッとか、はい、証言中にもちょっと入ったりするんですね、はい、この時思い出す、やっぱり忘れちゃってることがあるの で、ね、それをこう新しい証言として思い出してもらう、はい、この新しい証言が引き出されたので、
そうするとその情報をさらに入力することによって、はい、感情悪化がおかしな感じを指摘しましょう。はい、でここで情報がですねアップデートされるんですね。そして今まで見えてなかったこういう証言中のグラフィックがですね追加されたりしていくんですけども、はい、ここまでしますね。その時こう瓦礫が飛んできて、でここでまずおかしな感情がその理由が分かるんですね。この警備員さんが助けてくれたので嬉しいです。でもここにもちょっとおかしな点があるなっていうのがあるんですけども、一応ここまでということで、うん、気になりますね。まあ、こういう形でですね、まあ、いろんなちょっと証人のその心の共和音というか、そこは実際に見つけていてですね、やっぱ感情と証言の矛盾をしてきて新たな真実を暴いていくというゲーム性になってますね。なるほど。じゃあ今はね、コロスコープが中心になったので、はいはいはい、またちょっと別のところで見せていただけません？ちょっとね、昨日はここの部分は生放送をしないような形にしちゃってたんですけど、今日はですね、もう TGS 最終日ということで、ね、はい、ここもライブで放送したいと思いますので、ぜひモニターの前の方に見ていただきたいと思うんですが、はい、この次ご紹介するのは、はい、逆転裁判にある探偵パークをですね、はい、3D 化した 3D 探偵パークというものをちょっとご紹介したいなと思いますので、準備をお願いします。はい、はい、3D 探偵パートを、はい、どうしてもね、今までの逆転裁判 の探偵パートでは少し単調なイメージがあってですね、それをなんとかもうちょっとその遊べるものというか、こう自分が操作している感覚っていうのはできないかなというふうに考えて今回作ってみました。これこのステージ用にオリジナルのショートストーリーにしてますんで、はい、そこもちょっと見てもらえたらなと思います。はい、できました。はい、お願いします。はい、ここからですね、出てます、どうぞ。まあ、今回ね、音楽とかも結構パワーアップされてて、まあ、逆転裁判スリート、ケンジも音楽作ってたら、はい、岩垂さんが全ての楽曲を今回、逆転裁判スリートを担当されています。はい、他の部屋にこのなんか怪しい部屋に2人で、まあ、操作しに来たんでしょうね。はい、まあ、この辺り の滑らかなアニメーションもですね、かなり 2D を意識してですね、普通のアニメーションじゃなくてよりキレのあるアニメーションを目指して、見た感じは本当に 2D の動きを見るように 3D 化しましたね。はい、じゃあ早速調べてみましょうか。ここは今までの探偵パークと同じような感じで、いろいろとこうタッチパネルで、今右側に山崎の手元が映ってると思うんですが、タッチパネルでこう調べたいポイントをいろいろと感じることができます。はい、そうすると色が変わった、赤色に変わったと思うんですが、その時にコメントが出てくるようになっています。はい、まあ、何か金庫みたいなものがあったようですね。はい、でここまでは今までの探偵パートなんですが、ここからですね、今回視点切り替えというのがありまして、こちらの方ですね、タッチするとカメラがぐっと回ってですね、これが 3D 化することによって、今までは一枚絵でですね、探偵パートというのを表現したんですが、部屋を丸ごと作ることによって、そこをカメラを自由に回して調べたいところを調べると。でここでもこう怪しいところがあるので、ここにこうさらに調べてみると、このカメラがぐっとやって新たな証拠が発見されるというような、なので非常に自分自身がその場にいて調べているかのような雰囲気を味わっています。でもちろんこれ任天堂の 3DS なので、立体視で立体的に見るので、よりそこは臨場感が増しですね、法廷でも全て立体で表現されるので、そこも注目点かなと思いますね。はい、何か気になるところがあるんですね。何か音が鳴るようですね。
なんかピッ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 そこだけでは見えないんですが、ここからですね、さらにカメラをちょっと動かすことができて、これを机の下を見ることができます。はい、こうすると、今まで見えてなかった部分に証拠を発見することができるので、本当にいろんな場所をですね、カメラを動かして調べていくことによって、どんどん証拠を集めるというので、かなりゲームとしてですね、面白い作りできてるんじゃないかなと。いうふうに思います。ここでじゃあテンパってますね、はい、泣くほどさんなんですね、泣くほどさんなんですね、ね、はい、でも爆弾見つけたらそれはもうびっくりしますね。そうですよね、はい、1時間、まあ、1時間ある、はい、まだ大丈夫、はい、はい、まあもうここねちゃんがもうこんなことに、ここはもう勝ち気な性格が出てですね、ここねちゃん、はい、そうですよね、おかしいですよね、なんでこれ机の下に爆弾が落ちてるんだろう、こんなのね、なんか見つかっちゃいますよね、そうですね、はい、荒、はい、っぽい、はい、慌てて落としました、もうちょっと何かキーワードがありますね、じゃあもうちょっと詳しく、はい、他の調べてないとこないかな、この画面でどこかないですかね、なんか調べれるところ、おなんか赤くなりましたね、扉のところです、はい、ここもちょっとずっと調べていくと、ちょっと何か違和感が、なんか開き方に違和感ありますよね、はい、はい、まあ、これでここでいきなり、なるほど、急に譲り合い、急に譲り合いある、じゃあ開けてもらいましょうかね。あ、どうなのかな、開けると、はい、怪しすぎる人がいます、いましたね、一人、という感じで、はい、ご紹介していただきました。いやもうね、皆さんね、先が気になるななんてお顔をすごくされてますね、はい、本当に、はい、これごく一部なんで、これもいろんな場所でね、この 3D 探偵パートも導入していきたいと思ってますので、ぜひぜひご期待ください。はい、山崎さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、この探偵サイバー5、実際のプレイがブースでもできたんですが、先ほどお知らせしましたように、そうですね、もうこちらのですね、整理券が終わってしまいました。本当に申し訳ないです。今回過去最大のね、40台という台数を出展させてもらったんですけども、それでもちょっと追いつかなくて本当に申し訳ないです。はい、はい、さあ、そしてですね、はい、今プレイを見せていただいたんですが、はい、実はこの会場限定の映像がまだあるんですよね。はい、ちょっとライブでご覧の皆さんにはちょっと申し訳ないんですが、この会場に今集まっていただいている皆さんには見ていただける映像を用意しましたので、こちらご覧ください、どうぞ。
ありがとうございます。ありがとうございます。ね、大人になってなんだかとってもかっこよくなった。そうですね、なるほど。はい、今回ですね、まあ、ご覧の通り、逆転裁判5でも随所にですね、オープニングとか、はい、あと事件の要所要所でアニメーションを、入れることに決定しました。でこちらアニメーションを制作していただいているのがこちらですね、はい、ボンズさんという、まあ、もう皆さんご存知だと思うんですけども、はい、ヨーロッパ 7AO でありますとか、羽の錬金術師など非常にクオリティの高いアニメーションを多数制作されている会社さんですので、ぜひ逆転裁判5にもですね、制作お願いしたいということで、今回ね、2分、今回はすごい短いんですよね、実際。でも実際はもっと、長い、20分、もっと長いから、結構長い写真を、はい、作っていただいていて、はい、作ってもらっているので、はいはい、いろんな場所でね、はい、アニメーションを入れていきたいなと思っているので、こちらも、はい、ご期待いただきたいなと思います。アニメの方も本当に楽しみですよね。はい、続いてですね、最新情報をお教えいただきたいと思います。まずはこちらです。はい、こちらですね、どんどん。はい、今回も逆転裁判の宝塚歌劇さんとコラボレーションさせていただきます。もうすでにニュースで、ね、ご存知の方もいらっしゃるかもわかりませんが、第3弾ということで、1段目2段目僕と山崎さんで実際に見させてもらって、はい、非常に面白いですね、歌あり、踊りあり、ドラマありみたいな、はい、こちらの第3弾ということで、今回主人公は三剣玲治ことマイルズ・エッジワース、彼が主人公で、はい、一体どんなドラマ事件が展開されるのかということで期待してもらえたいなと思います。はい、はい、気になる公演の日程ですが、シアタードラマシティ2013年1月9日水曜日から17日木曜日、そして、日本青年館が2013年1月23日水曜日から28日月曜日です。一般チケット発売がシアタードラマシティが11月11日日曜日から、日本青年館が12月16日日曜日曜日からですので、皆さんチェックしてくださいね。はい、よろしくお願いします。そして、こちら、ご覧ください。はい、レイトン VS 逆転裁判ということで、はい、まあ、こちらの方、今日の朝、スペシャルステージでご覧になったことがあると思いますが、はい、初詫びの方も決定しまして、11月決まりましたね、ついに。はい、まあ、僕もすごく楽しみにしてるんですけど、こちらの方も私有台が、はい、レベル5ブースの方も出てるみたいな、僕もちょっと触らせていただきましたけど、すごい面白い、はい、いやー、楽しみですよね。はい、こちらの方も期待してもらいたいなと思います。はい、続いてはグッズ情報です。はい、グッズの方になります。まずは T シャツ。そうですね、はい、今回逆転裁判5のE カップのブース、あ、向こうですね、はい、ホール7の方 で、はい、やってる E カップの出張所で、今山崎さんちょっと立ってみましょうかね、こちらの T シャツです。こちらの T シャツ決めポーズで、はい、僕は新しくデザインさせてもらってですね、ちょっと今までと雰囲気が違う、はい、T シャツになってます。かなり、ね、おしゃれな感じなので、そうですね、赤がポイントで、そうですね、ファイブがポイントになってるので、ぜひぜひこちらの方、はい、お買い求めいただけたらなと思います。はい、はい、そしてかわいいキャラグッズがありますよ。そうですね、デフォルメキャラグッズ、はい、デフォルメキャラグッズ、まずはこっちの方ですかね、はい、こちらがビーズクッション、これこういう感じになってます。はい、ね、こういう感じですよね。前の方の方がニコニコ見てくださってます、はい、これイラストとか書き下ろしというか、今回のために新しく用意したイラストなので、はい、ぜひぜひこちらも購入いただけたらなと思います。はい、そしてさらに、これ缶バッジですね、はい、こちらの大宝君とか護道とかね、千尋さんなんかもいますけど、みんなイラスト書き下ろしなので、よければぜひお買い求めください。はい、さあ、はい、ということで、こちらの、ね、情報随時公式サイトにアップしていきますので、皆さんチェックを忘れずにお願いします。はい、お願いします。さあ、まだまだお話を伺いたいところなんですが、そろそろお時間です。はい、最後に情報をおさらいいたしますと、はい、逆転裁判5、はい、絶賛開発中、ね、ということなんですが、はい、発売がね、皆さん待ち遠しいので、はい、ちょっとこれ、いつぐらいなんですかね、発売日ね、きちっと時期まで入れたらよかったんですが、今本当に大阪の方で絶賛開発中でして、2013年と、まあ、できるだけ本当にね、頑張って早くお届けできるように、山崎はじめ制作チーム頑張って作っていくので、ちょっとお待ちいただきたいなと思います。わかりました。2013年、皆さんね、来年待ち遠しいですよね。さあ、それではですね、そろそろお時間となります。こちら中央お越しいただけますか。
ではお二人からご覧の皆さんに一言ずついただきたいと思います。ではまず山崎さんお願いいたします。はい、逆転裁判5なんですけれども、3DS になって新しい逆転裁判を作ろうということですね。あのグラフィックからシナリオから、細かい部分までグレードアップした逆転を作るためにチーム一同非常に頑張って今制作しております。ナンバリングタイトルとしてですね、とにかく恥じないものを作ろうというふうに、決意と覚悟を持って作っておりますので、ぜひお待ちいただければなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは石田さんお願いします。はい、冒頭でもお話しさせてもらったんですが、今年の、1月の逆転裁判10周年イベントの時の、制作発表させてもらった時の皆さんの声の、期待感というか、熱意というのはもう確実に僕たちに響いてまして、今でもちょっと残ってるんですが、この皆さんの声には絶対裏切るわけにいかないということで、常にそれは開発チーム、僕も含め山崎の開発スタッフもそれは肝に銘じて一生懸命今作ってます。今回こういう形で初めてプレイヤブルを出展させてもらったですね。で、皆さんからの意見も取り入れつつ、より良いものになるようにこれから頑張って作っていきますので、これからも応援をよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございます。さあ、ということで逆転裁判5、城元秀プロデューサー、そして山崎武史シナリオディレクターとした盛大な拍手をお送りください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上で逆転裁判5なるほど復活スペシャルステージが終了となります。ステージ終了後、ぜひ皆様こちらカプコンブース、他にも楽しいブースね、コーナーがたくさんありますので、ぜひご覧になってみてくださいね。